はい、ということで山田でございます。たびたび失礼します。はいはいはい、男と女ね、男と女についてちょっとさっき話したんですよ。録音しちゃったわけ。そしたら間違えてもうちょっと話したくなっちゃったっていうわけでございます。なのでまあ聞かなくていいかいかな。これは聞かなくて結構です。でまあ男と女はね、本当に理解し合えないと思ってるんですよ。こんな俺でも、こんなオカマみたいなおじさんでも、今だからお仕事だからね、まあちゃんとやりますよそれは、なんて言ったら、去ってくかなみんなだけどね、やっぱ男と女っていうのはね、やっぱり考え方が違うらしいですよ。そうそう、あの聞いた話してっぽい話し方すると僕に矛先が向かなくていいかもしれませんけど、そうやっぱね、考え方とかが、構造、思考の構造が違うみたいですよね。一般的によく言われますよね。だから理解し合えないと、でね、僕もだからね、僕が悪いんだけど、そのプリエルやる前の4年間っていうのはだからちょっと充電期間にしたかったがゆえにタクシードライバーやってたんですけど、そのさらに前、要は離婚したりとか、その後同棲したりとかね、みなとみらいの女性とね、それもちょっと YouTube に一回あげましたけど、聞いてないかな聞かなくていい回だからね、そういう僕のなんか個人的な話は聞かなくていい回なので、オフボタンでお願いします、とかそういうなんか恋愛経験もまあ少ないですけどありましたよ、過去にはね。で結局ね、結論に至ったわけ、理解できないし理解し合えない、分かってももらえないみたいなね、というまた女性を敵に回すような発言を空気も読めずにこの求人ブログ、女性対象の求人ブログでしてしまう、私でございますが、お許しください、でね、だからやっぱり僕もだから愛してたし、大事にしたかったし好きだったし、分かってほしかったしね、でもやっぱ結局別れちゃったからね、別れたくないけどね、別れを選んだ。それはどちらからともなくというか、僕から別れたこともあったし、向こうが逆に嫌になってね、僕のことね、怒った態度ばっかり取ってて結局別れたとかいろいろありますけど、それはまあ置いといて、分かり合えないんだな、いや僕が悪いのかなっていうのを思ったしね、どうせ女性に理解されないタイプだからとも思ってたし、思ってるし、そういう方もいるんじゃないでしょうかね。女性でも男性のことは分かんないんで、男性に理解できない、私のこと全く分かってくれないみたいな、そういうのって結構あるでしょ。僕もそう思ってたわけ、でもこのメンズエステで働くようになって、いやだからね、メンズエステも女性セラピストさんは女性だよって、マッサージ屋さんでセラピストさんは女性だよって聞いた時に、ああなるほどと、僕はできるなって思ったんですよ。要はそういう目で見ない自信があったから、女性を恋愛対象とか、これ言っちゃっていいですか言ったらドン引きするっていうか、いや嫌いになるよね僕のこと、まあもともと嫌いか、まあいいか。なので当時ね、メンズエステをやりますよ、まあマッサージ屋さんの店長やらないかいって言われて、でお客様は男性で、セラピストさんは女性だと、で女性ばっかりなんですかって、そうだっていうことなんで、じゃあ女性をかん、まあ、管理って言ったら失礼だな、女性と共に、ビジネスを展開していくことだなと理解したわけですよね、プリエルやるとき。でその時に、あ俺ならできるなと思ったんです。それはなぜかって言ったら、女性を女性として見ない自信があったというか、要は性の対象とか恋愛対象で見ない自信があったんですよ。
でこういったお店とかね、仕事とか女性が多い職場っていうのはやっぱり恋愛だったり、その 性の対、まあ、なんていうのかな、エッチしたら したしないとかね、そう、誰か誰々ちゃんとばっかり仲良くしてみたいな、うん、そういうので崩れていくのも過去にも 見てたのでね、そういう、まあ、女性が多い職場でも働いたことあったので、うん、だからそういうのが一切ない僕だったらそれなりに一生懸命やったらできるなと思ったっていうのもあったんですよね、うん、だからやっぱり、ね、女性との恋愛にも、うん、なんつうのかな、諦めてた、要は僕は女性には受け入れられない、タイプなんだなっていう風に認識してたし、もうこんな話いらないよね、何を熱く語ってるんだよっていうね、うん、まあいいや、もうたまにはいいよね、そうそう、そなので、まあまあそれなりにできるだろうな、ビジネスパートナーとしてね、女性とちゃんとやっていくことができるだろうな、誰かに肩入れすることなくね、フラットに、やっていくことができるなと思ってね、スタートした、それだけが動機じゃないよ、それも思ったっていうぐらいだけど、うん、でもなんかこのメンズエステやってもう4年ぐらいになるじゃないですか、やっぱりね、いろんなお客様と、セラピストさんの感じとかね、まあ、相談とかお客様からもいろいろなご意見いただくしね、聞いてたりするとね、やっぱでもなんだかんだ言っても男は女性、女性は男性を求めながら支えながら生きてってんだなっていうことが分かってきたわけですよ、うん、女も女なんかいらねえよみたいな、で寂しいけどね、寂しいことだし不健康なことだと思うんだけど、そういう、すさんだ心を、すれた心で思ってましたけど、うん、あ、やっぱでもちょっと違うのかもなって、うん、やっぱり支え合って、助け合って、で理解し合えないこともあるけど理解し合おうとしてね、来ていくものなのかなっていうのがようやくこの40おじさんになって分かってきたっていう感じかな、うん、だからね、いや、うちのセラピストさんでもいましたよ、まあ、人気のあったセラピストさんで、僕みたいな、まあ、ちょっとね、じっくり話、まあ、辞めるとき聞いたんですけどね、全然知らない、特別プライベートの話したことなかったセラピストさんで、まあ、ほとんどの方とあんまりしないんですけどね、実はって、男性嫌いでしたと、うん、もう男性のことがもうどうしても信じられなくて、だからこういう仕事も選んだんだと思いますって、僕みたいな感じですよね、うん、こういう仕事もできるのかな、全くの未経験よ、こういう飲み屋さんも風俗店みたいなお仕事もマッサージ屋さんも経験したことない方、うん、もうが言って辞めるときに言ったんですよね、だけどなんとなく分かりました、うん、でたくさんいらっしゃったお客様の中で、あ、この方は素敵だな、ちゃんとしてるなっていうか、自分の中でね、自分にとって素敵だなって思う方もいたし、私の男性嫌いがちょっと 治ってきましたみたいな、治るかもしれませんみたいな、うん、こと言ってたセラピストさんいましたけど、うん、やっぱね、この仕事通してね、やっぱ支え合って、理解し合えないところもあるけど理解しようとして、さっきも言いましたね、同じ話ばっかりするからね、うん、やっていくのが男女なのかなって思ったらね、ちょっとだから、考え方変わってきたというかね、うん、うんうんうん、でそれが、まあ、メンズエステ店だとさ、直にというか直でそういう、うん、なんていうのか、関わり合いがあるわけじゃん、男と女のね、それこそ恋愛関係とかエッチな関係とかなかったとして、うん、まあないんですけどね、お店ではないけども、なんかそういう男女の触れ合いというか
癒し癒されの場じゃないですか、うん、そういうのもやっぱね、やっぱ人間として大事、ニーズがあるんだなっていうのもね、すごく理解してきたわけ、うん、そうで、まあ、僕の話ばっかりだけど、まあ、だからもう恋愛なんかいいや、結婚なんかいいや、女なんかいらねえやって思ってた時期でもね、やっぱり癒されたいとかってあると思うしね、それこそ本当背中をポン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 叩いてくれるだけでもいいわけ、うん、そういう何か人肌だったり癒しだったりが必要な時期もこともあるんですよね、うん、そういう場合にでも、そういう状況にもこのメンズエステ店が役に立つんだなっていうのも思うしね、まあな、この回は聞かなくていい回ですな、何言いたいことも分かんないけど、そうだから今は女性も必要な、まあこう言うとちょっと語弊があるけどね、人間の人生に必要な、男の人生にか、男性の人生に必要だと思うし、男性も女性の人生に必要だと思うし、うん、それをやっぱ尊重し合ってね、助け合って、思い合って生きていかなきゃ、生きていかなきゃいけないんじゃない、生きていくべき、まあ、いや同じ意味か、うん、生きていくことでいいんだなっていうのが分かってまいりました、すみません、ちょっと余談ですな、アップするかどうかも迷う内容ですが、まあ、多分アップしちゃいます。